はい、皆さんこんにちは。ペソでございます。神宮寺三郎みかんのルポですね、8回目やっていきたいと思います。そうですね、不製造機色と茅安組のつながり。そうですね、院長の板垣という男に会って、調査に協力すると約束をと言いましたよね。はい、ということですね。都内に密入国者の名前があったり、レシピエントに岡安組の関係の人物名が上がれば重要な手がかりになると。ああ、動かないね。タバコ吸いましょう。はい。はい、そういうことですね。世の参加ね、神宮寺さんが狙われる可能性がありますよね。ああ、そうですよね。岡安組は邪魔な俺たちを消そうとしているとね。そうですね、与野さんの家族まで被害が及ぶことを考える。そうですよね。ああ、なるほどね。はい、ということでね、与野さんまたパートが分かれてしまいますね。パートを分かれてしまうんですけども、ちょっと一度ちょっとセーブだけねさせてください。短い間隔ですよね。で、ぐるっと回ったんで1ですね。はい、で話します。学会に出席されてると。そうですね、関係者のカルテが見つかればということですよね。はい、そういうことですね。患者さんのカルテですね。ああ、持ち出したりね。
ということで、1曲へ向かいます。あ、1曲じゃないですね、記録化ですね。はい、F と G のナンバーがついた棚を調べるということですね。はい。はい。またね、例の。B コードちょっと同じようで画面がねチカチカするかもしれませんけどね、ご了承ください。はい、F と G のナンバーをついた棚を探せと言っていたとね。まあ多分ん、HIJK E、 あ、近いですね。4、お、戻れない。 E3、 もうちょいこの辺かな。はい、 F の棚ですね。で、実は G は遠いです。ここですね。はい。ちょっとね、もうチカチカが、すいません、見にくいと思いますんで、ちょっと速攻で終わらせてしまいました。厳密に言えばしっとい。なるほどね。薬品や機材の準備も記録化が監督していると。まあよほどのことがない限り記録の管理がしっといに任されることはないと。5月18日の手術室使用のスケジュールもやっぱり記録化で、はい、忙しくなくなったからちょっと余裕出てきたということですね。はい、これでいけるかな。忙しくてピリピリしてたものですから。出ましたよと。ああ、谷川副院長が決めてる。
休館が入ったときは、あの VIP が手術を受けるときは、なんかにはあると。その近辺で副院長がスケジュールを組んだ日が8月11日。鶴巻秀樹さんですね。腎機能障害による緊急手術ということですね。おー、出た。三幸の社長、鶴巻俊成さんでいいかな、の息子。大学が同期だと。ここで、ついに来ましたね。はい、トーマスのカルテですね。私の知り合いの従業員でして、佐々木さんの知り合いというのは君なのか。体内の臓器を奪われ殺された外国人たち、それと重なるようにして行われる権力者たちの臓器移植とね。はい、ということで、おっと、おお、借金の取り立て。おお、公然の秘密ですね。ああ、借金取りがパッタリ来なくなった。ああ、そういうことですね。そうですね、岡安組と東亜病院で密入国と不正臓器移植がつながるということですね。お、視界の片隅に何かが飛び込み、思わず足を止めてしまったと。おお、事務所のソファーの後ろにある窓。ああ、撃たれたんですね。
所ですね。あー、クマさん。あー、肩を撃たれた。あー、はい、ということで矢野さんをちょっと見ます。お、監視官も見れるね。おお、家が。あらら、襲われちゃったんですね。あ、クマさん来ましたね。まあそうね、クマさんも責任感じてるんですね。ああ、まあそういうね、ちょっと深刻に考えてたら防げたんじゃないかと責任を感じてるわけですね。はい、少しだけの間このままこうしていたかったと。はい、ということで、事務所に忍び込もうとするということですね。
先生、守は？まだ意識は戻っていません。一酸化炭素中毒がひどくて、我々も最善は尽くしました。妻の容体は？奥さんは心配ありません。腕に軽い火傷と足首の骨折、右肩の打撲といったところです。そうですか。息子さんも命には別状はありません。気を落とさないように。はい、ということでですね、これからちょっと岡安組に忍び込むことにはなるんですけども、ちょっと物語もね、佳境に入ってきまして、最後ちょっと真相のね、追及等になると思います。ちょっと時間的にね、次回で終われるかどうかは分かんないですけども、とりあえず今回はここで終了でございます。神宮寺三郎、未完のルポ、8回目でしたね。ご視聴ありがとうございました。それでは、さよなら。